永久凍土で発見された奇妙なものの線1、古代ウイルスと細菌。永久凍土の深い層からは数万年前に地球上で活動していたウイルスや細菌が発見されています。これらは長い間休眠状態にあったと考えられており、解凍されると活動を再開する可能性があることから、科学者たちは慎重に研究を進めています。2、マンモス。永久凍土からは毛深いマンモスの遺体が驚くほど良好な状態で発見されることがあります。これらの発見は絶滅した動物種に関する貴重な情報を提供し、 DNA 分析によって絶滅の原因や遺伝学的特徴を解明する手がかりを科学者に提供しています。3、古代の植物と種子。永久凍土の中からは数千年前の植物や種子が見つかることがあり、これらは現代の科学技術を用いて再生させることが可能です。このような発見は古代の植生や気候条件を理解するのに役立ちます。4、古代人の遺体。永久凍土からは古代の人々や彼らの生活に関連する遺物が発見されることがあります。これらの遺体は衣服や身につけていた品々とともに見つかることが多く、古代文化や生活様式についての貴重な情報源となっています。5、異常な氷の構造体。永久凍土の中では氷が不思議な形を作ることがあります。例えばペンギンの氷と呼ばれる自然が作り出した氷の構造体は、その名の通りペンギンのような形をしていることで知られています。これらは自然界の不思議な美しさを示す例として注目されているぞ。